はい、こんにちは。スクキワカメと申します。それでは I wanna be the dark blue ですね、続きをやっていきたいと思います。前回ね、びっくりしましたね。ミクちゃんの初音ミクの消失の耐久があるのかと思いきや、リンゴとか何も放ってこなく、まさかのね、マウスで動かせるミクちゃんだったと本当にドキッとしたわ。で、今回は多分アップルマークに触りに行くんだと思うんですけど、はい、は、え、はい、そんな、な、危ね、なんてことはない、なんてことはないぞ、飛ぶなよ、触るぞ、ん、あ、あそこ行けるようになったのか。はい、戻る方はそんなに難しくはない。はい、はい、はい、あう、タッチで、戻るまでが遠足だから、死ぬな、本当に。頼む。はい。ここまではいいから、最後、ここだな。あう、危ね。よっしゃ、やっと。いやー、ちょ、もう、まあ、冷静に考えてみて、どっちが悪いかって言えば、やっぱ俺ですよね。あまりに軽率。はい。で、こう。もう、こっちは大丈夫か。本当に、リンゴも大丈夫？行くぞ。よーし。ここは？タイミング見て、こっちに行く感じ。これ、下くぐれないよね。これも上だな。あう。はい。はい、危ね。で、セーブが、セーブじゃねえ。針になってる。けど、やってみようかな。せっかくなんで、かかってみましょう。はい。ああそんな感じなの。あわよくば、針出つつ、セーブできないかなと思ったけど、そうは甘くなかったですね。もう打たない。ここは、こうか。はい。はい。お、なんだ。え？あ、これ、乗っちゃダメだってやつ。もう死ぬしかないですね。あとはどの針に当たって死ぬか選べるぐらい。これでいいや。ってことは、こういうことか。はい、また針飛ばない。大丈夫？大丈夫だな。また、ヒナを乗り、あう！乗り継いで、こういうことか。ここむずくない？え？ちょっと待って。待って、危ね！いった！お？なんだこれは。チャレンジスコア100アップ。ん？あ、あれを打つのか。あ、そういう感じだな。はい。これ。結構むずいと思う。遅いな、今回。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。待って、まだ40点しか。てか、あと30秒ぐらいしかないじゃん。ちょっと待って、待って。下手したらこれ早送り案件。頼む。あと20点。はい。こう。最後これ、ゆっくりだからさ、当てよ。はっ。よし、100点いったぞ。100点取ったら、ガンツだったら解放される。か、すげえ強い武器もらえるから。もう一個、これ、撃っとくか。はい。あと3秒。はっ。よし。130ポイント取れたな。なるほど。ここ、え？ん？あ、これ、俺のジャンプに反応してんのか。ということは、これで出る。で、落ちながらジャンプで出る。ここ二段ジャンプか。はい。そういうことか。で、なんか、危ね。なんかいるんだけど、あれ、エアーマン？はい。ここは二段ジャンプか。はい。はい。ん？あ、ちょ、待って！待って待って、あいつの風で前に進めない。ちょっと待って、危ない。ちょっと、なんだかんだいけてるけど、あう、なんだかんだいけてはいるけど、死なないわけじゃないから、こんな感じ。はいはいはい、
やっぱりね、でもこれぐらい簡単な合い罠もたまにはいいな。いい息抜きになりますよ。え、これ、何もないんだけど、撃ってみる。撃ってみっか。消えたな、キッドくん。ここにいるな。あ、落ちたな。まあ、一回かかったらもうかかんないわ。撃つと透明になっちゃうのね。はい。で、また、エルナちゃんさんの好きな配置。お、え、今度こそ本当にボスっぽいですかね。行ってみよう。何あいつ。ちょ、待って。何その動き。どこ？あ、ん？あそこだ。え、あ、こいつじゃん。これ、あの、カミリアでいたやつ。そうか。ダークブルーの、あぶね。ダークブルーのキャラなんだ、これ。なるほど。なにその動きも。すごいね。当たり判定どこだ？ちょっと待って。硬くない？カミリアもっと簡単に壊れなかった？これパターン変わんのかなっていうか、体力どんぐらいなんだろう。ちょっと待って、もう。どうする、強いぞ。で、そっちか。ちょっとおちょくんのやめて。で、顔。やべ。ほんとなんかびっくりした時の俺みたいだな、この顔。はい。もうそれ無理だって。これ顔が出てきたら、下に逃げんのは失敗かな、もしかして。上の方がいい？何それ。嫌な予感。ちょっと何回来んの？ちょっとまだ来んの？あ、終わったな。これチャンスか。はい。はい。これチャンスだな。はい。もう一回。で、終わる。顔出る前に倒したい。あう、顔来た。くそ。強い。ちょっと待って。やばい。あかん、顔もう一個来んの。ちょっと待って、やべ。危ねって。顔、この数は無理。やべ。ちょっと。無理だって。ちょっと。本当に。やべって。あう。5発でも落とせないの。あう、そっちに出てきた。何発だ。どんぐらいダメージを。やべ、これ。上の方がいいな。はい。はい。終わったな。で、また来る。はい。ひたすら連打だな、この時はもう。もう一回か。はい。で、顔が来るね。すげえ目見開いてんだよな、こいつ。はい。で、何が来る？あ、これか。はい。これはそんなでもないから。なんだ？また同じか。はい。で、また定位置くんに戻ると。で、顔が来やがる。パターン、これだけなのかな？やば。やべ。やべ！ちょっと待って！危ね！この顔、硬いんだよな、無駄に。はい。やべ、今来んの。危ね。はい。何発与えんのこれ。はい。はい。3。4。これで終わりかな？終わりですね。はい。なんだっけそれ。また顔か。やべ。これ。地味にきつい。何が来る？あ、倒した倒しましたね。で、ファミコンをゲットした。何のキャラなん、あ？お、これは、まさか？エンディングか？やったー！クリアしたいや
よかった、ちゃんとクリアできて。思いのほかボスが強かったわ、ちょっと。いやー、でやっぱこれぐらいね、難易度低いのはもう心穏やかに遊べますね。メタモルフォーシスとかほんとすごいから、最近やってるハリゲーもなんかね、アイワナビーザ人間とかフラワーガーデンとかすんげーのばっかりになってきてるし、いや、いい癒しだったわ。もうもう今ですね、ありがたいことにたくさんの方からいろいろなタイトルおすすめリクエストをいただいておりまして、なかなかね、一個ずつこう出していくと時間かかってしまって申し訳ございません。ただハリゲーでこのリクエストいただいたら、同じ時期にハリゲーハリゲーってこう被んないように、罠ゲーとハリゲーとその他とみたいな感じでこう出していってるので、ちょっとね、順不動になってしまうところはあるんですけれども、リクエストいただいて、かつダウンロードしっかりねできてるものに関しては順次プレイしていきますので、ちょっと気長にねお待ちいただければと思います。いや、ほんとダークブルーもようやくプレイできたな。面白かったです、ほんとに。であれば、ちょっといつもの画面に戻りましょう。はい、というわけで、セーブデータ選択画面の方にですね戻ってまいりました。まさかまさかのね、全然死んでない。クリアタイムが1時間22分59秒で、デス数が130回ですね。いや、成長を感じる結果になった。これぐらいだったら、こんぐらいで済むのか。久しぶりになんか、1000回いかなかったというか、500回もいかなかったですね。うん。まあ、ちょっとこのタイトルね、今いつもダウンロードしてるデリシャスフルーツさんからはもうダウンロードできなくて、ぜひね、皆さんやってみてくださいっていう風におすすめできないのが残念なんですけれども、こういうアイワナもあったんだなっていうことでご差しゅういただければと思います。まあこれにてね、アイワナビーザダークブルーは、無事完結ということになります。引き続きね、メタモルフォーシスとか、あとクラシックもねやんないとダメなんですけど、行き詰まってるアイワナプラス、また他のアイワナシリーズもねどんどんやっていきますので、どうかお付き合いいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけますと本当に励みになります。てなわけでまた他のシリーズでお会いしましょう。はい、バイバーイ。